誰の？呉市にある大衆食堂先生です。満腹カレーが気になり、でもあんまりあれだ、朝行け、みんなで仲良くするな。全部だ、カットも入ると思う。こんだけカレーでかいの、エビでカレーリップすんな。ちょっとインパクトある、両手で食い上げるよ。あ、メインは後で言いますわ、後で言いますわ。話そっちのけで食おうとすんな、自己中、うん、唐揚げ3個ぐらいある、うん、奈良の人に入れてもらってこれ、うん、もう言うことにしたもん、言わずにやろうじゃん。うまいね、これ箸いるわ、また確かに。右でスプーン持ちながら左でつけて、偉そうに言って唐揚げ落っことすな、さすが若輩者。え、カキおった？なんかカキおるよ。ほんまにあるんか？これカキ？これカキ？形取れっぽいけどほんまカキかい？カキカレー？カキカレーじゃないだろ。うん。カキじゃわ。いや多分違うじゃん。うん。泥棒入れ、口から戻す、汚い。サラダがすごいちっちゃい、大して食えませんのにいちいち文句言うな。箸折ってしまった。誰が箸の先食え言うたんだ、全然大丈夫じゃないだろ、店の箸食ってから勝手に解決すんな。これ勢いで食わない。娘のカツ2切れ、うん、エビがまだ残っとるよ。また手で食べるんかい。お前だいぶ失速してきたね、大丈夫か。これは笑われるわ。なんかレジで注文したとき笑われたのに分かってきたような気がするわ。4人分あげるのが大変だったんだろうな。なんか白身が多いな。白身の魚ぐらいに2、3匹おるね。ほんまだ、勢いで来ない、勢いで来ない。山口は、山口は早いわ、個人名出すな。カレーライスも最後まで食べ尽くす。ごちそうさま。最後イカも入っとんじゃないかいう話になって、なんか見てくる、カキも含め確認しに行くよ。イカはあったと思うね。あ、もうやっぱイカやろ。でも、カキ入ってお前らなんかカキカキ連呼しよったけど結局入ってないじゃないか。でもね、クレシャカイジカレーっていう自衛隊の船別の美味しいカレーがあるけん、一回来てみんさい。